お世話になります、ひとりでございます。剣盾では期間ごとに出現するポケモンが変わっていく、通称期間限定レードがありますよね。基本的には1ヶ月ごとに変わっていきますが、例えば祝日がある時などに3日間だけ限定で色違いポケモンなどの珍しいポケモンに変わることもあります。で、このレードは基本的にインターネットにつないでいれば自動で更新され、もしオフライン状態なら不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取ることで更新することができるんですよね。では更新するような状況を作らず放置しておいたらどうなるのでしょうか。更新しないわけですから、期間を大きく過ぎても色違いなどのポケモンは出るのでしょうか。それとも期間限定のポケモン自体が出現しなくなるのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も眠れていない状況だと思いますので、今回は期間限定レードは期間後に更新しなければ継続されるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ検証していくんですが、まあこれね、正直言って証明しようがないのでね、時間とかは、なのでちょっときついんですが、とりあえず今の時間は2020年11月1日でございます。もうスイッチ内の時間はかなり頻繁に変えてるんで当てにならないと思うんで、とりあえずね、口頭で言うしかないですね。信じてもらうしかないです。まあとりあえずそれで中身を確認していきましょう。そうするとパンプチン今現在います。これは期間内でございますのでいて当然なんですよね。なのでまあとりあえず中身見ていきましょうか。はい、来まして、この通りちゃんと色違いでございます。ちゃんと確認できますよね。こいつは色違いでないわけがない。はい、光ってますから色違いです。じゃあこいつがね、今後どうなっていくかちょっと追っていきたいと思います。今現在2020年11月5日の23時でございます。パンプジンのね、11月2日の8時59分までという期間をね、激しく超えとる状態でございます。この状態で、できるか見ていきたいと思います。はい、ちょっと変なとこから始まりましたね。ここじゃなくて、あ、ここですね。あ、ここで、あー、普通に光は出てるけど、ワットが、こういう風に、まあ、日付変わっちゃってるから、ワット取れるような感じになってますね。まあ一応取りましょうか。それ中身見たら、あ、変わってます。え、変わってないね、これは。あ、イベントは残ってんだ、これ。このミミッキュは、イベントレイドのミミッキュですよね、多分これ。で、今のレイドスアナは、こいつらは出るところじゃないと思いますから、これやっぱり、イベント残ってんだ、普通に。やっぱりワイルドエリアニュースで更新しない限りはずっと続くってことなんだ、これ。でですね、今これミミッキュに変わっちゃってますけど、多分これ、一回消すじゃないですか。そしたら、今どうなるかっていうと、さっきの、まだレポート書いてないですから、ワットが取れる状態にまた戻っちゃうわけですね。ですが、この時点で設定からですね、日付1日進めるんですよね。日付1日進めたらどうなるかというと、これで先ほどのワット取れる状態が、ワットバグせず1日進めたので、ワット取れなくなるんですね。つまりどういうことかというと、固定した状態が戻ってるはずなんですよ。ですからちょっともう一回見ていきましょう。はい、エンジンシティの前来て、あ、やっぱりここのワットが切れてますね。当然ですね、勝手に日付進めちゃったんで。そしたら戻ってるはずです。中身見ていきましょう。パンプジンだと思います。おい、来ましたね。あ、やっぱ残ってんだこれ。じゃあやってみましょうか。これ一人挑戦。ちゃんと色違いのやつか見ていきましょう。はい、どうなのか。あ、やっぱちゃんと色違い残ってますね。今現在ちゃんと2020年11月5日の23時27分でございます、現在。なのにちゃんと残ってるという。あ、じゃあこれ別に急いでやる必要全くないんだ。だからインターネット更新しなきゃ永遠に残り続けんのかな、これ多分。いや、これ地味に私知らなかったわ。なんかワイドエリアニュース更新しなきゃいけないってのはもちろん知ってたんですけど、それが永遠に残るとはちょっと思ってなかったですね。まあとりあえずこんな感じで色違いは残ると。まあとは言ってもね、何日かしか経ってないんで、もうちょっとね、また先行ってから同じく検証したいと思います。はい、ということで日付経ちまして2020年12月8日でございます。もう1ヶ月以上軽く経ったんでね、またチェックしていきたいなと思います。というかもうちょっと見ちゃったんですけど、ここですね、左側ですね。普通にありますね、ちゃんと柱があるのは当然だと思うんですが、日付経ったのにこれ復活してないですね。なんか巣がなんか前回やった時は復活していたと思うんですけど、どういうことなんだ、ちょっとよくわかんないですね。ただあっちとかはちゃんと巣がね、ワッと復活してるので、こっちはね復活してないという、ちょっと私もこの辺の仕様よくわかんないですけど、まあ、とりあえず見ていきましょうか。あー、ちゃんといますね、普通にパンプジンちゃんちゃんといるんかい。じゃあこれで中見ていきましょうか。もう一回一人で挑戦。うわ、普通に色違いだ普通に出るんかい、出るんかい、いいんかい、それやって。やばいじゃん。じゃあちょっと消そっか。
はい、じゃあリセットしまして、まあとりあえずこれで1ヶ月以上ね、色違いの期間限定のやつでも保持できるってことは分かったと思うんですけど、まあ、普通に数入れてもいけんすかね。そこちょっと私気になったんでやってみたいなと思います。色違いパンプジン出るまでねやっていきましょう。まずそもそも期間限定レードモンが出るのかっていうのも気になるところですけどね、とりあえず入れてみましょうか。はいはいはい、これでさっきの色違いパンプジン消えちゃったんだけど、まあしょうがないよ。はい、それで見ていきましょう。あーダメだね。あ、来たねこれも普通にパンプジンだよね多分。じゃあこっからまた色違い出してみましょうか。頑張って。またもうこれ完全無意味なやつですけど、みんなで挑戦やってオンボタン押して、設定からやるやつですね。これ地味にね1時間とかかかるケースもあるからめんどいんだけども、やってみましょうか。すぐ出るっしょ。おー、ようやく出てきた。ようやく出てきた。3時間ぐらいやったぞこのためにアホだな。まあとりあえずこれで色違いも出るということで、ちゃんと証明できたんじゃないかなと思います。マジかよ、こんな時間かけるつもりなかったよ。本当にアホだ。まあただ出るってだけなんですけどね。しかもこれほぼ出るって濃厚だったのにやってるわけですからね。いやーアホなことした。こんな映えの少ない一瞬のシーンのためにこいつ出しましたからね。褒めてくれたら嬉しいです。ということで検証結果、期間限定レードは期間後に更新しなければ継続されるでした。これはすでに言及されていることも多く、知っていた方もいらっしゃると思いますが、1ヶ月以上経っても継続されるのはすごいですよね。なのでよく私も期間限定の色違いレードで3日間なので急いでくださいとか動画で言っていますが、オフラインの状態でワイルドエリアニュースを受け取らなければ継続されるので別に急ぐ必要もないんですよね。結構レイドは批判されることも多いので、皆さんどうでもいいかもしれませんが、私はこう思います。ゲームフリーク儲かってるから、期間限定の色違いレイドで利益還元って言うじゃない。でもあんたもうすでにめっちゃ楽しませてもらってて、利益還元なんて考えなくていいですから。残念、連続ギャレー。